CT-MRI という最先端の医療機器はたくさんの病院に入って導入されてる。でも実際それを見れる放射線診断専門医は数少なくてですね、遠隔画像診断という技術を使って補っていくと患者さんが救えるんじゃないかと。今は CT もバスにトラックに積める時代ですから、患者さんのそばに行ってですね、検査をしてあげる、ですぐクラウド上にアップロードする。今の我々のシステムであれば家で仕事ができますから、すぐに専門医が見る。そうすれば検査後、通常であれば数日から1週間後の検査結果というのはですね、小1時間で検査結果が出てくる。これは地域医療ということを考えると非常に有益なことだろうと思っています。今後システムを構築していくのであれば、国内に限らずデータが光って診断等に活用されると考えたときに、世界外にもデータセンターを持たれているというところで、 Google クラウドプラットフォームを用いてですね、構築していただいているというところですね。お前ってどれくらいのデータ上がりますか？今日はね、300数十万円だと思います。今後医療を大きく変わっていくだろうと私自身は思ってます。技術を使ってそこの第一歩を踏み出すというところに大きな意義があるような気がします。